じゃん、こちらフリクションボールペンのコーナーに来ました。フリクションボールペンとはある特徴があります。早速使ってみたいと思います。今ここに文字を書いています。東京。このフリクションボールペンで書いた文字をまずこのボールペンの裏でこすってみます。ボールペンのこのこすることで起こる熱で消えるそうです。このボールペン、この2種類ではなくたくさんの種類があります。色や形、そして柄のものもありますよ。ぜひ日本に来た際はフリクションボールペンを試してみてください。東急ハンズのフリクションボールペンコーナーに立ち寄ってみてはいかがですか。日本の旅行を楽しんでください。バイバーイ。